ポーターは東洋工業が1968年から製造・販売した軽商用車である。シリーズにはボンネット型トラック・バンのポーターと1969年に追加されたキャブオーバー型トラックのポーターキャブがあったが、ポーターがそれ以前からのボンネット型軽トラック、マツダ B360 のモデルチェンジ的な性格であるのに対し、ポーターキャブは キャブオーバーに徹した完全な新設計で、当初はエンジンも異なっていた。ポーターは1976年で製造終了し、ポーターキャブのみが在来型の拡大設計で存続。マツダは軽乗用車のシャンテも1976年で生産中止しており、以降、ポーターキャブはマツダがラインナップする唯一の軽自動車となっていた。 ポーターキャブは1969年から1988年まで約20年にわたり大小のマイナーチェンジのみ受けて生産され続けた。これは日本国内の軽トラックにおけるモデルチェンジなしでの最長生産記録である。1980年代に入って軽トラックメーカー各社が 4WD の軽トラックを投入したがポーターキャブだけは最後まで 4WD 仕様の 投入はなかった。マイナーチェンジ。ありがとうございます。